time. Let's keep our spirits up. じゃ見かけない顔だね。さては。ちょっとヌーマン、
あまり女の子を脅かしちゃダメ。またなんか出たです。こんな可愛い子が男の筋肉に興味あるわけないじゃない。せっかく再会できたにもかかわらず、喧嘩はいけないよ二人とも。ほらオイラの三角筋を見て仲直りするんだ。いいえ、仲直りには私のくびれの方がぴったりよ。もうやだこのパー。
丈夫よ。似合うかしら。大丈夫です。
I going here? I'm full of energy. Let's try going here. All right, I'm ready anytime. Who's the target?
Enough for you. あんたは。あら、もしかして
見ない顔だけど。そうですけど。ええ、よく知ってるわよ。イエーイ、私は2番乗り。こらこら、2人とも。他のみんな、ネプテューノだ。ほんとだ、ネプテューノちゃん。おお、懐かしいかな。そっけない態度。恥ずかしいから急に抱きつかないで。そんなこと言ったって、久しぶりなんだかな。ブランニュー、つまりブラン成分ってやつかな。じゃあ私はネプテューヌチャンニウムを補充しよう。私も。それで何の用かしら。それについて。なるほど、そういうことか。ごめんごめん、驚かせちゃったかな。私は c-sha。 君たちを見かけて話しかけようと思ったんだが、真剣に話を聞いているみたいだったから。そういうことだから。ブランちゃんがいなくなるのも寂しいが。驚いた。ゴールデンコンビとしてついていきたいのは山々さ。だから任せたよ。ええ、Thank you.
gun's in tip-top shape, and so am I. Leave this to me! Here I go! What should I do?
My turn. No use begging for mercy. Heartbreak! Down!
healed me soon, maybe. Gracefully. There! Just there! I'll strangle you! Oh
attack. Are you ready? Let's go, Neptune! It's like I'm at a kabal festival! Fall into eternal slumber! Crush you! 32-bit Mega Blade going all out! That was our next target. Target lock. Fire! It's my turn. It won't hurt anymore. Should I do? I'll break the enemy and the beam's balance. Crush you! All in this
gonna unload this clip into your face! Even if you cry, I'm not forgiving you! Disappear! What should I do? Cross combination! Are you ready? I
underestimated, it seems. Initiative win. What should I do? Now let's go. Go, you are unleading by the already. It seems. Sorry. Who should I target? Dummy, if I win, woohoo! Will this level up my rising skills too? My beauty has been further polished. My level went up?
like a gust of wind blowing through game industry. Remember that. ようやく皆さんが揃うこの日を迎えることができました。ですが事態は深刻です。ゲーム業界が変わってしまったあの日から。そのことならこっちでも把握しているわ。捕まえた傭兵組織の名前は知らないみたいだけど、どうやら
やらそいつが世界を改変したり。ウィーもよ、捕まえた革命家が似たこと。それで革命家は裏でルビーを支配するために、昔からルビーにライセンス制度が進化。ただし名前は知らない。あなた方もなんですの？ベルさんもなんですか？ええ、秘密結社の構成員が S 社の目的のために。そしてその構成員というのがマジェコンヌと。ゼロ次元で出会った大きいお姉ちゃんだったんです。嘘！あの時のもう一人の私が秘密結社の一員？主人公じゃないにしてもネプテューヌだよ。わどうしよう。シリーズ王子とはいえ、まさか。となると現状明らかになっている秘密結社の構成員は、我忍者ステマックス、マジェコンヌ、もう一人のネプテューヌさん、そして名も知らぬ謎の少女ですが、これで全員とは思えません。そして話をつなぐと、世界の改変には君でも、どうやってこちらから撃って出るの？もしかしてもう特定？はい、たまたま知り合いの凄腕ハッカーがこちらの世界に来て。なぜかしら。ああ、きっとあの人ね。相手の戦力が未知数な以上、この作戦には女神および女神候補生の皆さん、そしてIS さんとコンパさん、以上10名に秘密結社の拠点となっている空中戦艦へ行っても、相手は世界を改変するほどの組織です。将軍のまとめサイトのネタを探しに忍び込んだもの、これは早く戻って。ワールも人使いが荒いわよね。ですが状況が状況ですし。そういえばさ、ゴールドサードって。それなら C 社から聞いたわ。なんでも B 社がたまたま公園で拾った NMR に、当然 B 社以外は予言を信じていなかったらしいわ。さすがに予言の内容を目の当たりにした4人は焦って、あとはせっかく手に入れた力だし、どのくらい強いのか。あの4人にそんな経緯があったんですのね。ですが、ところで世界が改変されてしまいましたが、シェアによる恩恵が少なくなっただけで特に異変はないわ。私も今まで通りって感じかな。ブランはブランも改変の影響は受けていないみたいですわね。今どこ見て言いやがった。こうしてユニちゃんやロムちゃん、ラムちゃんと会うのも。そうね、いろいろ大変だったけどいい経験になったわ。私だってすごい経験したのよ。うん、ラムちゃんと二人でハンターになったの。もう私とラムちゃんでモンスターを飛ぶ。へえ、二人もすごいね。えらいえらい。そういうネプギアはどうなのよ。私はちょっといいかな、ユニちゃん。ちょ、あんた何いきなり人の胸揉んでんのよ。だってユニちゃんの胸なんだか大きくなってるような気がして。もしかして成長した？してないわよ。嘘、絶対した。だって私女神化した時のユニちゃんの胸のサイズ覚えてるもん。あんた、もしかして私が女神化すると胸が小さくなるの忘れてるでしょ。あ、そうだった、ごめんごめん。久しぶりだったからつい。でもなんでユニちゃんだけ？知らないわよ。てか私が知りたいわよ。今私たちが調べてあげるわ。私とラムちゃん、お医者さんね。よし、じゃあ私も一緒に調べようか。ああ、ちょ、
かしたら改変の影響を受けてるかもしれないんだからしっかり調べなきゃ。もうなんで私ばっかりいつもこうなのよ。今月の売り上げは先月の10倍か。この調整でいけばこの戦艦のローンの返済もすぐに終わるというものよ。この戦艦、ローン購入だったのか。個人が一括でこんな戦艦を買えるわけがないだろう。ステマックスと共に1年以上下調べをして返済計画も立ててなんとか購入できたのだ。明るく楽しいゲームには似合わない。現実的なお話なんて聞きたくないよ。してそちらの守備はどうだ。聞いて驚け。もはやゲーム業界の情報は我が手中に収めたも同然。同業者の最低だ。ステマックスがありもしないスキャンダルをでっち上げて閉鎖に追い込み広告料を独占じゃ。そうか、それはよかった。では例の物の回収はどうだ。抜かりはない。すでに4つとも揃っておる。そうか、では約束通り。ご超クレジット先払いじゃ。貴様、約束が違うぞ。そうだよ、そんな金額オークション違法出品者もつけないよ。訴えて勝つよ。手に入れるという約束は果たしている。だがそれを貴様たちにタダで渡すなどとは言っておらん。こんな金の亡者め。金を求めて何が悪い。この世は金、金こそこの世の全て。ならば力ずくで奪うまでだ。ネプテーヌ、アイサー、マザコング。私にかかればこのくらい。あれ、一つ足りない。どうやら向かったようだな。ち、肝心な時に使えないやつめ。なら私直々に相手をするまでだ。そこまででござる、マゼコング殿。どういった事情かは知らぬが、将軍に仕えている忍びとして見逃すことはできないでござる。忍者かっこいい。マジェコンヌ殿、そしてネプチューヌ殿、将軍に刃を向けたその罪、地獄にて償ってもらうでござる。し、こんなタイミングで空気忍者が戻ってくるとはね。ネプチューヌ、こいつらの遊びに付き合うのはやめだ。そいつだけでも持って帰るぞ。私としてはもうちょっと一緒にいたかったけど、こうなったら仕方ないよね。逃げる気でござるか。えい、ワープ。逃げたでござるか。しかしご苦労だったステマックスよ。だがそれはお主が知るべきことではない。またそれでござる。して密偵の成果はどうか。それが大変なことになったでござるよ。女神たちに拙者たちのことがバレてしまい、この戦艦に向かっているのでござる。やはりこの時が来たか。しかし信仰の力なき女神などマジェコンヌたちなどに頼らなくても、女神どもを討ち取り身代金を要求してやろうではないか。おお、さすが将軍でござる。一生ついていくでござるよ。少子、一生わしについていくだと。拙者、何か。ステマックスよ、貴様はクビだ。将軍。
でな。不景気？世間は不景気でも将軍は儲かっているのでは？揚げ足を取るな。不景気なものは不景気なんだ。それに貴様はすでに我が流派金髪巨乳とは違う道を。それはその、しかも我が流派金髪巨乳道と真逆を歩むどころか、そんな、まさに万死に値する。腹を切るか。拙者将軍を信じていたのに。うわーでござる。言ったか、すまぬステマックスよ。女神たちにわしらの存在がバレた以上、わしにできることはお主を解雇することも。それにお主を思い人と戦わせるわけにはいかん。わしは知っておるのだぞ。お主があの娘の前では偽造。これから忍者ステマックスではなく彼女か。一度でいいから。悲しいね、アフィモージャス。俺は悲しいよ。まさか君が裏切るとはね。ん？貴様か。今ならまだ許してあげる。さあ、すぐにマジェコンヌたちにそれを渡すんだ。断る。これはわしが手に入れたものだ。それを求める者に売って何が悪い。アフィリエイトにはまりすぎてすっかり金の亡者になったのかい。それともひよってそう演じているだけかな。けど困ったな。俺はこの通り、こっちには実体がないから売れることすらできないし、このままではせっかく盗んだのに女神たちに奪われてしまう。なら君が奪われないように守ってくれればいいだけの話だよね。